1年の月を経てもなお大切な家族を突然失った悲しみはあまりにも深く、心の傷は癒えていないものとお察しいたします。前を向いて進もうというお気持ちを少しでも強く持つことができるよう、私たちもその悲しみに寄り添いながら、町の復興、そして町民一人一人の心の復興の道を歩んでまいります。いや。悲しい思いですね。みんな。バラバラになっちゃって、亡くなった人のところもなかなかな、行けなくて残念です。だからこうやって毎年、さよならを供養としてやりたいと思っています。確実に時は進んでいます。一歩一歩前へ力強くみんなで進んでいって、亡くなられた方たちに少しでも恩返しができるように、これからまた皆さんで頑張っていきましょう。皆さん、今月のニュースクタバ特集版はいかがでしたか？お別れは、町立、幼、小、中学校の卒園式、卒業式の様子です。中学校の卒業式では、野村遥さんが卒業生代表として、信じた道を力強く踏み出し、歩んでいきたいと思います、と答辞を述べました。皆さん、卒園、卒業おめでとうございます。新学期もそれぞれの目標に向かって頑張ってくださいね。それではまたお会いしましょう。